はいどうも、ジェット機大好き、ジェット大好きでございますけどもね、ブルーインパルス、はい、国立競技場のね、さよならイベントで飛行しましたけどもね、僕これね、新宿か池袋あたりから見ようかなと思ってたんですけども、なんとね、ちょっと居眠りしてしまいまして、起きたらフライトする5時半のちょっと前だったちょっと前だ、一番行ける高い場所っていうのが近所の歩道橋しかなくて、歩道橋から見に行ったんですけどね、なかなかシュールな光景でね、都心をね、都心上空をブルーインパルスが飛ぶっていうのは非常に珍しいんですけども、東京都庁とかとね、東京都庁とブルーインパルス収めるとかっこいいんじゃないかなと思ってたんですよ。まあなんとかね、なんとか収めることはできましたけどもね、練馬区から見た感じだと霞だらけでね、まあ、東京都庁も小さいし飛行機も小さいし、まあでもね、ビデオカメラ最近すごいもんね、50倍ズームとかあるからね、映るっちゃ映るよ映るっちゃ映るんだけどね、全然良くないまあいつもね、入間基地とかでね、飛行天井を見てますけど、やっぱり都心のビルにブルーインパルスが飛ぶっていうのが珍しい光景だからね、これはぜひとも撮りたかったんだけどね、昨日ね、ちょっと原稿を直しててね、徹夜作業してたんで、ね、もううっかり眠っちゃった。だけど終わってからもう奇跡が起きたのよ。ぐわーっとね、祈祷する入間基地だね、新宿あたりから入間基地までずっとスモーク耐えてブワーっと行ってくれたの。だから練馬から見ててもっていうか、練馬から見るとすげー良かったんだ、ブワーって。で、惜しむ楽は俺がこのビデオカメラのボタンを押し間違えたことで録画してると思ってたら一時停止してたんだね映ってないの映ってないんだよ。あー残念だな本当残念だわ。いやー今日は悔やまれる一日でした。まあでもね、練馬から見れただけでもね、よしとします。うん、いやこれ、まあ、次はね、オリンピックかな、オリンピックの開会式かなんかでまたブルーインパルス飛ぶと思うんですけどもね、その時は抜かりないようにしたいと思います。はい。